音楽の日をご覧の皆さん、こんばんは。カトゥンです。この後、Keep the Faith We Just Go Hard Featuring AK69 の、パフォーマンスを披露します。はい、今年のテーマはみんなを笑顔にする輪ということで、どうです、なんか輪にまつわる何かエピソードとかあったりします？ワクワクしたなとか笑ったなとか。僕は最近やる大谷選手のポスターをワクワクしました。わかる、今日見ました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 、試合俺見ましたよ。すげえ動揺だ。めっちゃいい試合だったん。マジですごい活躍ですよね。ワクワクさせてもらってますよ。ユニフォームとかもすごいんでしょ今。売り上げですか、ね、そう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 、すごいよね。大谷君の結果すごいですね。オールスターでもね、史上だから歴史上初めてのことをね、もうポン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 こう、ベイブ・ルースさんと比較されるの当たり前ですもんね今ね。いやすごいですよね、信じられないですもんね。ホームランダービーもそうですけどね、一番 DH で先発投手ですよ。意味がわからない、すごいですよ。確かに、いや僕も今亀梨君の話に乗っかるんだったらば、大谷さんのその動画とか結構見るんですけど、あのね、打者としての動画を見た後にピッチャーの動画を見ると頭混乱しますよね。でも漫画みたいだよね、うん、漫画のキャラクターもう、うちもできるしピッチャーもできるしっていうのもメジャーの世界ですよ、言っちゃったけど。でも相性、上田君は野球の方があんまり分かんないでしょ。でも大谷選手俺はすごい好き。さすがに、うん、これはすごくわかる。だからメジャーに行く前に僕対談させていただいたことがあります。お、はいはいはい。その時もメジャーでその二刀流をやるっていうことは、うん、まあ、いろんな声ありましたけど、揺れずにお話してくださったのをまさに実現してて、うん、今まさにね、うん、ちゃんとこう成績も残すっていう遺伝子、それかっこいいところですよね、うん、信念を貫き通すところもね、大谷君はすごいということで、うん、以上、カトゥンでした。